<ズ>中国の国家統計局によりますと8月の CPI 消費者物価指数は1年前と比べて2.5%の上昇となり伸び率は前の月と比べて0.2ポイント縮小し7か月ぶりに鈍化しました供給不足が続く豚肉の価格が22.4%上昇したほか 高温の影響で果物が16.3%、野菜が6.0%それぞれ上がりましたまた国際的な資源価格の上昇を受けてガソリンが20.2%伸びていますその一方、旅行が0.1%の上昇にとどまったのに加え家賃が0.5%の下落と4ヶ月連続のマイナスとなっていて 中国政府が続けるゼロコロナ政策が経済の下押し要因となっています同時に発表された卸売物価指数は1年前と比べて2.3%の上昇で伸び幅は前の月から1.9ポイントを縮小しました